生産を皆さんしてますが生産論って大きく言って2つあるんですねこれは、えー、と生産はキリストの体であり血であるっていうふうに信じる人々と生産は血と体の象徴であるとこういうふうに信じる人と2通りあるわけですねで体はであり血であると信じるのはカトリックの方々とプロテスタントの3分の1ぐらいルダハとか そういうことですね。あとのプロテスタントの3分の2は象徴であると。こういうふうに考えるわけですね。でもちろん私はあのプロテスタントですから、象徴だったんですね。そうしましたらですね、ある時、シスターとお話ししたんですね。それじゃシスターが言ってきたんですね。あなたは生産の何ですかって言ってきたから、象徴ですって言ったんですね。それじゃシスターが言うんですね。 ポテトさんとはその点間違ってると。これは血であるい体であるってで。私反論したんですね。そしたら質さんが言ったんですね。じゃああなたはそのためにね、聖書をちゃんと調べましたかってこう言われたんですね。いや私はみんなに言われてるから。<laughs> でみんな象徴って言ってるから、象徴だったのであって。聖書調べてないんですね。いや、調べてません。じゃあ調べてください。ってこう言われたんですねそれでね。 聖書調べたんですね、ちゃんと。そしたら、こういう箇所がこ心にぶつかってきたんですね。分訳にもなく生産を受ける人たちが死んだり病気になったりしたって書いてあるんですね。あれ死んだり病気になったりするっていうのは象徴ではありえないぞと思ったんですね。あこれ本当のこと言ってる。体であり血であるって言ってる。そういうふうに感じたんですね。 それで、ね、体であり地であるってことは分かったんですが今までね象徴って言っててね突然次の週からね体であり地であるなんて言えないわけですよねそれでねわしね祈ったんですね神ちゃんを助けてくださいってね体であり地であるという、ね、ことは分かりましたしかしねこれをみんなにね突然言うのはね言えないなんとか助けてください っってて言ね数と電話かかってきたんですねで何の電話か,かっていうとねジョージ宣教師っていう宣教師が1ヶ月1回うちの教会で説教してたんでうちの教会来ながらねからから連絡だったんですねで次の説教の時にこう言ってきたんですね「セサ産路やっていいですか?」こう言ってきたんですねそれで私ねあ「いいですよ」って言ったんですね「それ良くないんだ」って言うんで千々竜さんがね なんで良くないのかっていうとですね、プロテスタントは象徴説のところが多いけど、私はルター派だルター派は、体であり、血であるという立場なんだって。それ言っていいですかって言ってね、もう死をあがめましたね。だってそういうふうに言われて、言わないといけないんだけど、突然象徴から、次の日から本物って言うわけにいかないですね。助けててくださいって言っ言ね。 数日後ですよ。主は生きて働いておられますよね。でねそれ以降、私たちは血であり肉であるというこういう立場を取っています。ですから生産論はそういう生産論で私たちは礼拝を導いてるっていうことをね覚えておいていただきたいと思います。